こんにちは。去年やった AI 同士の鬼ごっこを今回もやります。前回との違いは見ての通り鬼が2人いるところですね。基本的な学習方法は前回までと同様です。まずは小さな空間から始めることで接触回数を増やし、鬼と逃げる側お互いに危険を得やすくしてます。ある程度この状態で学習したら、ステージを少しずつ大きくしていきます。鬼は時間経過とともに微小な罰をもらい続けます。逃げる側は逆に、時間経過とともに微小な報酬をもらい続けます。これにより、鬼は早く獲物を捕まえないと報酬が減り、逃げる側はすぐに捕まってしまうと報酬があまりもらえませんね。さらに、鬼は獲物を捕まえた時に大きな報酬をもらい、獲物は捕まった時に大きな罰をもらいます。こう聞くと、鬼の方がたくさん報酬をもらえる設計に見えますが、鬼は常に罰をもらい、逃げる側は常に報酬をもらい続けているので、公平です。今回の制限時間は10秒にしました。これが最大サイズのステージの大きさです。ステージの大きさも有利不利にかなり影響しますが、この辺のバランスは難しいですね。プレイヤーはみんな、レーザーを発射することで周りを認識します。言い忘れてましたが、壁に当たっても少し罰をもらいます。基本的なルールはこんな感じですね。さて、鬼が二人になることで、戦略的な動きは生まれるのでしょうか？早速ですが、これが今回の学習結果です。二人の鬼は、同じ動きはしておらず、何やらクロスしながら動いているように見えますね。どうですか？皆さんにはこれは、鬼が作戦を立てて動いているように見えますか？ちなみに今は、鬼も逃げる側も、足の速さの最大値は同じで、足の速さに有利不利はありません。人数では鬼の方が有利なのに、時々制限時間内に捕まえることができないことがありますね。ハンデをもらっているのに、これはたるんでますね。ということで、逃げる側の足の速さを鬼の2倍にして学習させ直しました。これが、その結果です。さっきよりは必死に追いかけているように見えます。一人が後ろを追いかけ、もう一人が獲物の行きそうな場所に先回りして待ち伏せるような動きっぽいことをすることもあって面白いです。逃げる側は鬼が近づいてきたらぐいっとスピードを上げて逃げることが多いですね。鬼はそこに先回りできるかがポイントでしょうか。ただ、やっぱり何もない平面だと、あまり戦略も生まれない気もしますし、つまらないので、障害物を追加しましょう。こんな感じで、障害物を9個置きました。障害物にも当たると罰を与えます。そして、障害物の高さは少し低くして、レーザーで向こう側にいる相手を確認できるようにしました。イメージとしては、小学生が、机が置いてある教室で鬼ごっこをする感じですね。では行こう。見てくださいこれ、むやみに動かず、まるで机の後ろで待っている人間のような動きになりました。めちゃくちゃ面白いですね。鬼というより、逃げる側がどんどん強くなっている気がします。でも、鬼も負けじと足の速い獲物を時々捕まえることに成功してます。今回のギミックは、二人の鬼も、足の速い逃げる側も、それぞれ面白い動きを見せてくれましたね。まだまだ考えられるギミックや、リクエストのギミックも、たくさんありましたので、この鬼ごっこシリーズは、定期的に続けようと思います。ところで、鬼は鬼と言えばいいですが、逃げる側って、なんて呼べばいいんですか？